はい、本日はですね、令和3年1月15日の深夜2時43分です。私がこうやって深夜まで張り付いてるってことはどういうことかわかりますよね。今ご覧いただいている1時間足のドル円なんですけども、これを見てください。この大きな下への突き上げね。下にグーッと行きましたね。大きく下がりましたよね。で、そこまでは、まあ、バイデン勝利みたいなことが分かって、ぐっと上に上がった後ね、まあ、いわゆる、こっから考えると、半値戻しみたいな感じですけども、そっからですね、ちょっと若干下がったかなっていうのと、また上がったかなっていうのと、まあまあ、ギザギザと行きながら横ばいなんですけども、ここでですね、私は昨日こういうことを申し上げました。ちょっとご覧いただいていいですか。あとで私がこれセルにトレンドの方向に戻るよって言ったら、やっぱりトレンドの方向に戻ってきましたよね、ぐっとね。で、その後なんですよ。その後ちょっと横ばいか若干上に行きながら振りをつけて大きく下に行くっていう風な、私はシナリオを書いてますけども、その辺を今日お話していこうと思います。それでは皆さんね、画面切り替えますんでご覧ください。まあというところなんですよ。で、ぐーっとね、大きく下に下がるといったところで、シナリオが完成したということになります。まあ、引き続きね、若干の上昇はあるでしょうけども、また大きく下の方にね、下がっていって、トレンドの方向、いわゆるセルの方向に向かうというふうに私は考えています。皆さんのね、まあ、相場予想はどうだったですかね。じゃあ、引き続き、今日の相場解説を改めてさせていただきますんで、ここからね、今日の相場解説になります。振り返りは以上です。はい、ではね、ちょっと時間が経ちまして、現在は5時20分になりました。あれから3時間ぐらいだったんですかね。1時間足でいうと、線がローソク足が3つプラスされた状態ですけども、どんな形になってるのか楽しみですよね。それじゃあ画面を切り替えていきましょう。今朝1月15日朝5時20分の相場解説です。まずデイリーからですよね。デイリーも忘れずにいつものように線を引いていきます。こういう風な線とこういう風な線によって、トレンドラインが構成されてますけども、ズバーッと上昇した後ね、ここから下降に入って、一旦ちょっとね上がるんですけども、そこから急速に売りが入ったということで、この急速の売りがさらなる売りを呼んでですね、下の方まで推移するんではないかなと。もちろんギザギザはありますけどもね、推移するんではないかっていうのが全体像です。右肩下がりですね。で、4時間の方はもうちょっと細かく説明できるんですけども、4時間の方はそうですね、こういうふうにいってトレンドラインの方、天井にぶち当たったところ、同じところでね、 N を変えて跳ね返ってるんで、このネックラインを越えて、この N がですね、ズバーッと下の方に行くだろうというふうな形ですね。これね、見方を変えるとヘッド&ショルダーにもなるんですよ。こういうふうな形でね、1個目の肩があって、頭があって、そして、肩があるでしょ。で、ネックラインここですよ。これを超えて大きく下にこの水準まで下がっていくことがね、見えてきますね。1時間の方を見てみましょう。これからですよ。これから1時間はどうなるのかってことです。大きく下がったところは、先ほどの前半の相場解説でお話ししましたけども、じゃあ売られるとね、やっぱりどっかで買いが入って調整されるわけなんですよ。その後で大きく下の方に下がっていくかなっていうふうに私は見ていますね。まあ、ですので、103円の495とか終わって、さらにね、400とか350の方に向かうんではないかなと思ってます。どうですかね。あ、ちなみにここ見てください。3点天井右肩下がりが見えると思いません？こういうふうに。ね。だから大きく下がったんじゃないかなと思ってますよね。で、そこから、上がって N を書いて、N を書いて、だけども大きく下がっていったと。右肩上がりの3点天井というふうにこれ捉えちゃダメですよ。これはそういうふうな形たまたまなってるだけなんでね。大きく下がった後に、ネックラインを越えてさらに大きく下がるのかなと思ってますんで、今日はやっぱりね、セルを見ていくということでございます。米国雇用調整、調整が夜10時ぐらいに入ると思いますけども、入んないか、それ先週か、あ、失礼しました。まあ、気にしないでください。大きく下がるようなね、イメージで私は思ってます。まあ、ですので、またね、セルで取っていけるんじゃないかと思いますよ。セルの方で、入っていきましょう。それでは本日は以上です。